さん通ります、開けてください。ありがとうございます。大岡健、左膝陥没骨折。6月13日 DDT 後楽園大会、この日安浦野が放ったコーナータックルで大岡の膝は陥没骨折。ここで大岡に聞いてみた陥没骨折の音とは。腱を押しつぶした感じのゴリって感じなんじゃないですか。ゴリ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 って感じなんじゃないですか。その日以来大岡は約2ヶ月の入院生活を余儀なくされる。そして復帰戦がついに決定。復帰するって言ったのが多分10月ぐらいだと思うんですけど、そこからもうガンガン鍛えて復帰に向け肉体改造、炭水化物を抜きハイブリッドボディへと変身を遂げた大岡。その大岡の復帰戦の相手が決定。鶴田選手にポーンって投げられてしまう。ポーンって何それ。年間で一番投げられたギネス記録みたいなの多分作ったら持つぐらいの多分投げられてると思うんです。素晴らしい、だから素晴らしい意味でポーンですよね。じゃあ彼がポーンだったらふにゃ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 だ。ふにゃ、あ、なんでふにゃなんですか。ポーンの下はふにゃだろう。対等だよ、あなたと俺は。そうじゃない、人間だったら対等じゃないですか。お前はな、本当に俺に言う権利もない、権限もない。だから、あのね、この国はね、この国は何言ってもいいんだって、別に。だから権限はあるんですよ、ね。なんでお前がその権限があるんだって言うんだよ。いやいや、別に、ほら、同じこと言うなって話ですよ。言う権限あるよ、だから。何も権限もない男が何で俺に一言言わせるわけ。いや、だったらもう言わせないようにしてみろよ。ツッコミどころありすぎんだろうが、どう考えても。ね、あんたの人生が。じゃあ俺の下で歯を働かせてよ。下、いや、だから下とか上とかねえっつってんだろう。だからそういう下じゃなくて。いや、下って、俺の下ってなんだよ。そのアシスト物流っていうところで、マイナス20度以上以上のところでちょっと仕事してるから、そこのマイナス20度でずっと入ってもらって一緒に仕事しないでもらえて。ああ、まあ何日か働きます。はい、本当かよ。じゃあ頼むぜ。はいはい、分かりました。そこは働きますよ。はい、何でお前がその権限があるんだって。いや、だから権限があるんだっつってんだろ、この野郎。全く拉致が開かないので緊急ルールを選定。吊るされたパンを多く食べた方が勝ちというパン食いデスマッチルール。パン食いデスマッチってどういうことですか。体作ってきたんですよ。これパン食うんですか。もう今ご飯全然食べれないですけど、2個ぐらいのお腹いっぱいになっちゃうんですよ。一方菊池はやっぱアンパンだけ食ったら正直喉つっかえるし、やっぱアンパンにはセットで牛乳、まあ牛乳は用意してほしいな。まあそれだけ俺の希望です。牛乳はやる気なのか、あいつ。やる菊池、あ、分かった分かった。どうも菊池剛がお前やる気だったら俺もやってやるよ。何でお前がその権限があるんだっつうんだよ。今万感の思いを込めてパンを食う。今万感の思いを込めて牛乳を飲む。一つの怪我は終わり、また新しい旅立ちが始まる。さらば左膝陥没骨折、さらば松葉杖の日々。爆発。第4試合大岡健 VS 菊池剛。本日の第4試合大岡健一戦パンチデスマッチ10分一本勝負。いよいよです。ついにこの日がやってまいりました。
悪夢の左膝陥没骨折からついに2011年1月3日後楽園ホールで復活。約7ヶ月ぶりの復活となりました。大岡健がっちりとこの日のために体を絞ってまいりました。なぜか TKG48 に T シャツを身を包み菊池剛が入場です。ケンさん、はい、菊池選手は TKG48 入りしてないはずですよね。メンバーではないですね、はい、ただ単純にファンなんじゃないでしょうか。なるほど、 TKG48 が好きで好きでたまらないのかもしれないですね、はい、それか本物の AKB48 の T シャツと勘違いしたのかもしれないですよ。いやーけど大岡選手絞ってきましたね。ルールについて、おルールですね、注目のルールです、はい、このルールは通常のプロレスルールによる決着は一切つかず、10分間でリング上に通されましたパンをより多く食べた者が勝者となります。なお菊池剛選手には特別ルールとして牛乳が与えられます。あ、主張が通りましたね、はいはい、ガッツポーズです、はい、というかケンさん、はい、プロレスじゃないですね。まあ言ってしまえばそういうことになりますよね、はい、ただそのパンを食べるための過程の中においてプロレスの攻防が見られるかもしれません。なるほど、はい、さあ今ゆっくりとパンが、さあパンが登っていきました。足元にね、食べやすいパンもありますね。13から14ぐらいありますか、はい、3、4、5、15ですかね、はいはい、15ということは奇数ですから蹴りがつくということですね。そうですね、さあシェイクハンドから始まります、今入ってきた情報ですね、ケンさん、はい、菊池選手 TKG48 会員番が番号6番だそうです。え、いつ決まったんですかそれは。フリーダムスの大会です。フリーダムスの大会、はい、我々の知らないとこで、いつだろう、あ、もしかして我々の上地球イベントの裏で行われたフリーダムスの時に、新宿フェイス大会です。我々の目を盗むかのように、はい、48入りしたわけですね、はい、それは我々分からなかったですね。分からなかったですね。菊池剛選手 TKG48 会員番号6番です。俺はプロレスラーだろ。おプロレスラーだよ。はい、ちょっと待って、まずプロレスってからパンクーベ、パンクーベ、はい、クーベですよ。ごもっとも、はい、相手を KO すればいくらでも食べれるわけですからね。そうですね、ガットショット DDT。 あ、先制しました。見えてきました。これチャンスですよ、はい、どうしよう。なんだなんだ。ああ、ガムテープ。おい、プロレスかよ。おい、プロレスじゃねえだろ。ガムテープを持ち出して、プロレスやるってんだろ。プロレスじゃねえだろ。これは考えました、菊池剛。あ、これは身動き取れませんね、大岡健。あ、この間にも菊池選手好き放題食えるわけですね、はい、しかしながらですね、ルールで手を使ってはいけないというルールがあるんで、そうです、パン食い競争あくまでも口だけで食べるものですよね。さあこれ、あ、全部食えよ全部食えよ全部食えよ全部。さあ今ゆっくりながら確実に菊池剛が手を使わずにパンを食べています。あ、大岡ちゃんがなんとか高速から来れた。あ、なるほど、これは考えました、口を封じれば、はい、あ、大岡健焦りのあまりに長いパンに手を出してしまいましたね。本当は小さいパンの方が食べやすいんですけどもね、
肉体はハイブリッドになったんですが頭脳はハイブリッドになっていません。福島ハイブリッドにはなってないですね。状況判断ができていません。まあ、この辺入院生活が長い上に仕方がないかもしれないですね。あ、さあやっと噛みつくことができました。しかし噛み切ることができません。さあ菊池選手はガムテープを取るのに必死ですね。ああ、大川ちゃんが手を使ってますよ。これいけないでしょ。レフリーのブレンドについて、はい、これいけないです、はい、だレフリーチェックしてないですね、はい、ああ、おいおい食い物だ無駄にするんだこれは。食い物って無駄にするなと、はい、女子が違ってましたね、はい、ああ食べてますね。食べてます、はい、無駄にしちゃいけません。残さず食べますね、はい、今あのパンで温まった時はやっぱりパンと音するもんなんですね。すみませんね。あ、菊池選手が牛乳を求めました。あ、どうしても必要です。あ、大川選手も必要だったと。俺が分高かって言ってました、はい、俺が分高か、はい、あコップが新しいキャンバスが、そうでした、新しいキャンバスでした、新しいんですよこのキャンバス。これは鬼よだよこれ鬼よ。いやこれは松井さん怒りますよ。さあ、あ、考えましたね、考えましたね、はい、ただ届かないです、届かないですね。松井レフリーが素手受けています。あ、足をすくっていきました。いや大変な伏線になりましたね、大川選手これは、そしてね、想像以上に過酷なルールですね。過酷ですね。ああ、ちょっと待ってください。大川選手がパンに近づいています。さあ菊池選手は気づいていません、はい、さあ、あくまでもハーフボストンにこだわります。これたとえギブアップしてもそこで勝負は消しないわけですよね。消しないですね、はい、さあその間にパンを、あ、 SDF に持ってった。ギブアップ、 SDF、 これはパン食えないですね。いや、菊池選手の SDF 初めて見ました。タップ、いいから食え、いいから食えと、ギブアップとかいいから食え。おパンダごめんよ、謝ってますね。パンダごめんよと、あ、思わず殴ってしまったことに対して衝撃の事実、 まだ5分しか経っていません、はい、あと残り5分ですよ、はいはい、今の時点ではどちらが多く食べてるかちょっと分かりづらいですね。分かりづらいですね。さあこれね、ヘッドバット、ヘッドバット、はい、あ、ヘッドバットで勢いをつけて、はい、口の中に入れようという、入れようという、おお、お、あ、リバースのインディアンデスクに捉えた状態でパンを食べようとしていますね。あー、落ちた落ちた、あー、いや、なんという光景でしょうか。いくら新品とはいえね、プロレスのマットって結構汚れてますし雑菌も多いですからね。ですよね。お腹を壊さないでいてほしいですね。あ、見つめています、パンを見つめています。食べました。お客さん無茶振りしてますね、マズイレフリー。オーガー 0.5 点と菊池 0.5 点と、ポイント制だったんですね、はい、ようやく 0.5 対 0.5 になりました。はい、さあこれ、このちっちゃい会社、あーあーあー、オーガー健が食べました。あ、これショロ出そうとしてますね、ああミスターソット食べた、うわ無理、あ、出しました、出しました、惜しい、食えなかった。松井レフリーも倒れる。今ね、食べればねポイントリードしたんですけどもね、さあ心が折れそうな松井レフリーに対してお客さんからの大松井コール。食べた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 食
ワイドファインド。あ、食べたと認められましたね。20ベルト、足で 1.5 ベルト、1.5 対 0.5 です。はい、さあすごい不毛な戦いになってまいりました。大岡健の復帰戦ですよね、これ。そうです、はい、でおそらく大岡健と菊池剛の初対決ですよね。そうですね、はい、なおかつ大岡健選手はプロレスをやるためにリングに帰ってきました、はい、あ、これは食べづらいでしょう、ね、あ、2人で噛みついてますね。大物の方に行きましたね、はい、あ、まさにレスラーが噛みつくとはこういうことですね、はい、さあ向きになっています。お前噛みつかないのかと。さあ残り2分ですよ、村さん、はい、さあ松井レフリーの気持ちをつなぎ止めるためにお客さんが大松井コールです。さあこれが食べられることができれば、エルボです。バカ、ダブルスキーの対決OKの答えをいただきましたので手を使ってもありになります。おお、残り時間があとわずかということで手を使っても OK になりました。最初からこうすればいいじゃないですか、ああなんであの人が取ったのを食べようとするんでしょうかね。1ポイント、1ポイント。さあこれで並びましたね、はい、おお、エビ固め、いやいやホールはないです、はい、ないです。 1.5 対 1.5、 まだ1分、10分って長いですね、村さん。長いですね。さあ何を食べるかによってこの後の1分運命が変わってきます。牛乳に行きましたよ、1分だってば、あと1分、どうしても牛乳が必要になってきます、俺もそう思うよ。レスポンスがありました、さあ30秒、さあプロレス界初のパン食いデスマッチ、パンを多く食べた方が勝ちという前代未聞のこのルール。さあ最後ポイント、押した。ここから先はもう執念で上回った方が勝ちだと思います、はい、もう食べる食べないではないですね、はい、執念です、はい、いやなんかもう操り人形みたいになってますね。さあそのままくれ、ポールとかいいからくれよお前ら。ここでゴング10分、長かった10分が今終了です。あ、ナイスファイトだ、いい試合だという声が飛んでますが、続きから試合の結果を発表いたします。赤コーナー大岡健選手 1.5 ブレット、青コーナー菊池剛選手 2.5 ブレット、以上の結果に勝者は菊池剛選手となります。復帰戦を勝利で飾ることができませんでした。勝ったのは菊池剛。つらい現実が待ってました。やはり健さん、はい、大岡健はプロレスをやるために戻ってきたこと、はい、まあ、そういう予定があったので、はい、まあ、体を絞ってきて、はい、まあ、胃袋が小さくなっていた。半年前に怪我しまして、肉体改造もしてやっとこのリングに戻ってきたぞ。今日は惜しくも負けてしまいました。これからはいっぱいパンが食べれるように頑張っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。もうすでに何かを勘違いしていますね、はい、パンを食べるために戻ってきたのではありません。ありません。あー、けど2位は大岡コールですよ、はい、菊池剛はまだ食べてますね。
や、菊池選手も長いプロレス生活においてここまで過酷なデスマッチはそうそう体験してないでしょうね。でしょうね。ユニオンマットは甘くないということがこれでよく分かったんじゃないでしょうか、はい。なお、このパンはスタッフが後ほど美味しくいただきます。たまたま今日ちょっとパン食えなかっただけかもしんねえけど、俺はね、これからどんどん成長してってパンもいっぱい食べられるし、プロレスの試合でも勝てる、さらに人生でも誰にも負けない。そして俺はアシスト物流で働きますよ。絶対に働くからな。男と男の約束は守るよ絶対。だから仙台かおい、アシスト物流おい、待ってろ。以上です。